スラパチステーション。面白ライター動画。パチンコスラット2ちゃんまとめ。解析、攻略情報。全部アプリ一つで楽々チェック。スラパチステーションで検索してね。昨日夜遅くまでさ、女の子とエッチな LINE しとったら、まあ寝るの遅くなって朝寝坊しちゃってね、まあ店に到着する時間が予定より30分遅れたんだよね。で、まあ信頼取れるかなってね思ったら、まあなんとかね、取ることができたので打ってきたんだけれども、今日ねちょっとねこのね動画に行く前にねちょっとね説明しないかんことがあるもんで、ちょっとそれだけね、簡単にね10秒ぐらいでねちょっと説明させて、これね説明しんとねちょっと動画の意味が多分わからんと思うもんで、はい、ということでね、まあ、簡単に説明していくわ。まあ、とりあえずね、まあ、無事寝台に座ることができたんだけれども、打ち出してね、まあ、打ち出してっていうか、まずまず千円札入れて玉貸しボタンを押したら速攻で扉が開いていますって出たんだよね。で、まあもちろんね、扉開けてないんだけど、まあそういう風に出たもんで、まあ店の人をね、呼んで、まあごそ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 ね、やってもらったら、まあ、それが治ったわけで、ではでは早速打ち出していこうかということでね、打ち出したらまたすぐ、扉がね、開いていますということでね、もう一回ね、店の人呼んだんだよね。で、また治った。で、また打ち出したらすぐ扉が開いています。まあ店の人呼んだんだよね。で直してもらった。でまた打ち出したらすぐね、扉が開いています。でまた店の人呼んだ直してもらったっていうね、こんな茶番劇をねかれこれね 5,6 回ね繰り広げたんだよね。そしたらまあ直してくれとったのがね、まあおそらくね店長かなという感じの人なんだけど、まあその店長がね、もしねお客様差し支えなければこの扉が開いていますという文字ね、まあ、多少ちょっと邪魔になるかもしれないですけれども、ご迷惑でなければ、まあ、このまま打っていただいても、遊戯の方には差し支えないので、というふうにね、店長が言ってきたんだよね。で、ただ、もしお客様がね、ご迷惑であるようでしたら、何度でも呼んでいただければ、この何、扉開いていますを直しますので、みたいなね、そういうふうに、言ってくれたんだよね。で、まあ、ぶっちゃけ、その扉開いていますの文字出てんのは全然俺はいいんだけど、それが出てる間、音声がね、音量がね、ゼロになるんだよね。これがね、何せこれがクセもんで、まあね、音量ゼロになるとね、もう途中からね、打ってたんだよ、俺そのまんま。さすがにさ、本当に、打ち出してすぐだから本当に、もう何十回、もう下手したら何百回とね、呼ばなきゃいけないような状態になるもんで、さすがにそれはね、まあ店にも悪いな、ということでね、ちょっと我慢してね、音量なしで打っとったんだけど、これはね、違うなと。俺が目指しているものとは違うなと。いくら寝台とはいえね。まあそう思ったもんでね、俺はね、もう席を立ったんだよね。もう諦めて。いや、もう、やめようと。で、もうすぐね、アクエリオン。ちょっと前に寝台で出たね、アクエリオンのアマデジがね、入るから、まあ、またね、またみんなを騙すね、動画をね、アマデジ初打ちとか言って、で、実はね、まあ、新マックスを打ってるみたいなね、まあ、そういうみんなを騙す動画をもう撮ろうと、今日はそれに切り替えようとね、してね、0.5 パチのアクエリオンに移動したんだよね。
そしたら、ちょっと経ったらね、女の子がね、店の女の子が呼びに来てくれて、ちょっと鬼浜の、先ほどのトラブルが治ったんですけれども、もしよければね、打たれますかというふうに声をかけてくれて、じゃあぜひお願いしますと、打ちたいですと、言ってね、鬼浜の方に戻ったら、さっきのね、店長らしき人がね、追って、なんか食事休憩札をね、置いて取っといてくれたんだよね。いや、本当にね、なんていい人だと、なんていい店だと、俺は思ったね。普通ね、トラブルがあったとはいえね、もうやめたらさ、こう、わざわざ店内にいる俺を探してまで呼びに来てくれないと思うんだよね。いや、本当にね、そういうね、ところ、サービスというのかね、心遣いというのかね、本当に素晴らしい店だなと、改めてね、俺はね、この店に関して思いました。普段からね、本当にね、いい店なんだよね。寝台もよく入れてくれるし、釘もね、めっちゃ回るからね。で、店の人のね、愛想もすごく良くてね、マルハンみたいにロボットがね、ロボットがこう、接客してるんじゃなくて、本当に人間で、いい接客をしてくれているって、本当にいい店なんだよね、ここは。で、無事、鬼浜に戻ってね、打ち出すことができて、で、今度はトラブルも解消されとったんだよね。で、ただ店長らしき人がね、ちょっと少しの間だけ、もう一度トラブルがないかだけ確認させていただくために、後ろで見させていただいてもいいですかということでね。で、もちろん大丈夫ですよ、ということで、店長が後ろで見ながらね、打ち始めたんだよね。で、ちょっとしたら店長が横に来てね、少し会話をしながら打っとったんだけれども、数分間。で、そうしたらね、すぐに店長が横におる間にね、保留はノーマルで激圧予告なども絡むことはなかったんだけれども、疑似参して赤のセリフが出て、当たらんだろうなと。でも、寝台で初打ちだからね、どんな演出話かわからんから一応撮りたいなと思ったけど、店長とね、会話もしとる最中だからね、撮るのもあれだもんで、撮らずにおったんだよね。で、ちょうどそっからね、店長がいなくなったところから、念のためカメラを起動したら、
ありがとう。すげえ、すげえすげえなこれ。こんな強い近いところに進んどるんだね。うん、あ、すげえなこれ。でもで、こっちが水田だ。ああ、これすげえな。どこ歩いてきゃいいのこれ。どこでもいいんじゃない、こっち歩こうか。うん、遠いな、まだまだちょっと遠いか。火起こし体験実施中。すげえわ。まだ遠いね。ちょっと遠いね。この水田。もうまさに弥生時代な感じだな。すげえ、ほんなら毎日来れるわ。毎日来ても飽きんわ。やっぱり横で撮った方がいいよね。そりゃ基本っすよ。縦はもう初心者。縦で撮るんだね、初心者とバカだけ。あー、すげー。あ、中入れるんじゃん。入れるよ。やばい。なんかこう、ちゃんとなんか流れ撮るし。ほんとだ、せせらいどる。写真ではわからんね。うん、そりゃそうだ、動かんと。あー、綺麗だ。うん、あっちゃんに送ったる、トークルームに。いやー、すげえぞこれマジで。まあでもまあいいぐらいでしょ。アップで行くならもうちょい近くだけど。あー、すげえ。こっちもこっちも入れるやん。お、なんかすげえ匂いする。お、すげえ、なんかすげえ匂い。炭のような。うん、違う。お邪魔します。炭のような。すげえ、こういうことだよね。涼しくない？うん、涼しい。めっちゃ涼しい。炭だね、やっぱ炭の匂いだよね。うん、この土がカンカンに。これどこに座っとんだ。寝るときとかどこで寝んだ。なんかあんのかな、直地べた。
背がでかいから。一緒かな。ちょっと見てみようか。あ、でも入れるんだよね、これも多分。あ、俺が危ねっ危ねっ。うん、いや、違う。お邪魔します。なんだこれ、入りにくい。ここ入りにくい。うん、いや、怖い、ほんとだ。いや、入りにくいで、こっから見るね。うん、ちょっといろりが小さくない。うん、わ、あっちの方がいい匂いだった。そうだね、うん、あっちはなんか、ね、煙みたいな。うん、ちょっとここしょんべんみたいに。なんか変だね。いった。ここ、これ、これ入りにくい。謎の階段。もう一個入れるよね、あっち。これ、うん、ここも入る。これ高い床式なんとかは入れんよね、多分。入れで、意外に人が入ってないね。こんだけ人がおるのにさ。もうみんな入った後なの。もう入ったんか。よいしょ。うん、あれもすげえな。ここはさっきの最初のとこと似とる。うん、ちょっと似とるね。最初のとこじゃないね。階段が違うもんね。違う、階段が大変。さっきのとこが一番階段が良かった。うん、もうでもすげえ。まだ。ちょっとどいてる。暗いと自然に明るくなるか。なんか微妙に。ね。うん。もう一個あると入れるとか。そう。本当？そこもう一個入れん？あれ？あれ？あ、これだ。涼しい。やばい。ねえ。うん。外こんなに暑いの？暑い。涼しい。外暑い。すごいね。なんかすごいよ。こういう感じでね。うっす。なんて急な階段なんだろう、これ。うん。降りれる？うん。あぶね。あ、ここは入っちゃダメだって。入っちゃダメ？ここはダメらしい。なんで？なんか、中が雨で浸水したため入らないでくださいって、ここだけ。うん。うん、これ高床式倉庫的なやつだね。気合だ、気合でどっか持ち上げて。気合だ。熱い。だって何にもないよ、入り口が。どっか崩すんだ、うまいこと。大丈夫そう、うん、下もない。危ね。スロバチステーション。面白ライター動画。
パチンコスロット2ちゃんまとめ。解析、攻略情報、全部アプリ一つで楽々チェック。スラパチステーションで検索してね。